お疲れ様です。ロットです。今日はね、シーズン終盤ということで、多分シーズン終盤になると、ほぼ全部生マルチかなっていうぐらいなんですけど、というわけで、今日も生マルチをこちらのホグデッキでやっていこうかなと思います。で、ホグデッキ多分これ前にも動画出したんですけど、ちょっとね、僕今シーズンずっとラバルでやってたんですけど、ラバルで、7678、まあ77リーチまで行ったのは行ったんですけど、そこから落ちて上がんなくなったんでね、今季は今ずっとホグでずっと耐えてますね。7675あたりをずっとホグで、迫撃ホグでっていう感じですねなんでまあ最多更新目指しつつ、まあ、8000ですね。圧倒的8000メンタル、8000行きたい、8000行かないとやばいメンタルなんで、まあ、8000マジで目指して頑張りたいと思います。というわけで、ファイナルフォームは、この人はですね、ジャイガゴガゴが世界一上手い人ですね。ジャイガゴガゴは多分、まあ、スケゴブリン、ディガー5ザップとかかな。多分これザップどうせ打つでしょうって感じなんですけど、この人は。はい、ですよね。まあ、攻め迫撃からですね。基本的に迫撃でどんどん攻めていきたいですね。はいはい、まあまあ、ここはね、知ってますよと。で、ディガー冴えてるんで、このマスキを処理するのに、5打ってもザップ今打ってるんで、処理できないですね。そうきますね。これ雪ダム打って、でスキャも出しちゃいますね、この間に。さっきザップ打ってる。まあまあ。で、ここで、本当はホグを飛ばしたい。ディガー警戒してましたね、今。このデッキ、ホグの方と、ディガーの方があるんですけど、それのディガー警戒で先にゴブリン出してましたね、今。こういう細かいところがうまいですね。やるなと。で、コウモリに基本多分、ザップ打ってくるはず。まあ、来ますね。なんで、ディガーをできるだけコウモリで受けたくないですね。スケで受けて、スケにザップ打たれたら打たれたでいいんで、そしたら、僕のコウモリを、J を溶かしたり、そういうのに使えるんで。よいしょ。で、またどうせガゴムで、これ多分タル転がすと絶対なんか延命されるんで、気持ちに雪玉も打っとくと延命されなかったですね。これザップ打たれたらコウモリ出す。オッケー、ああ延命できると美味しかったっすね。でも、相手の中、頭としては、ああ、お前雪玉うっさいかなということでガゴムリが来ないですね。これホグつなげなくていいですね。ザップ相手まだ打ってないですね。まず、これ後ろマスキーから、まあ、とりあえずね、相手に合わせていきます。血剤したんで、迫撃出す。ガゴムで来たら雪玉。オッケーオッケー。これは美味しい。これは美味しいですね、マジ。オッケー、これ入る。このダメージ入るのめっちゃ美味しいですね。で、ここしっかり縦にしてあげて。オッケーオッケーオッケー。え、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃ美味しい、美味しい、美味しい。しかもジャイも溶かせてるんで、このガゴは、お、マスキン残ってる、しかも。やられるんかい。3ガゴ？はい、マスケット。まあ、この間にね、このマスケットがしっかり働いてくれてるんで、それはそれでいいかなと思います。マスケ読みしてますね、これ。これ雪玉打って、オッケー。で、高回転で迫撃回すと、相手は、あ、これジャイ受けかな、さっき、ん？うん。相手も微妙に回転早いんで、これマスケで多分打ち抜いてくるから、それをマスケで当てたい。あー、当たんないか。まあまあまあ。考え的には悪くないですね。で、多分マスケが残りますね。オッケー。で、これ迫撃出すと、相手結構辛いと思う。で、これにすぐホグつなげてあげて、オッケー。あー、この雪玉いらない。この雪玉ってことによって、相手はここでガゴムレフを出せば終わりだと思ってしまう。オッケー。いいダメージですね。これ、タル転がして、で、このディガーは正直アドですね。美味しい。このザップも美味しいですね。多分これ止まんないよ。あー、で、ここで、相手は3ガゴとか。あー、オッケー。これ今、反撃入るから、で、ここ一回無駄にコスト咲かして、ホグ飛ばして、オッケー。相手から下が苦しい。これ一発入るよ。
あー、オッケーオッケー、ザップ使った、ザップ使った。で、ここでもう一回すぐ攻める。で、ジャイ受けしてきたら、この次のホグちゃちゃっと回したいですね。オッケーオッケー。相手多分マスケかな。コウモリが辛い。おー、全然違う。言ってることが全然違うけど、許してほしい。オッケー、陸内。陸内よ。入るよ。え、撃ってない。佐藤。なぜ撃たない。なぜ撃ってない、君は。あれ、ホグ飛ばして、ジャイ以外が出て、ここで反撃を置くと、ジャイに置くコストがない。オッケー、入る。おいしゃ、よし、よし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 。まあ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 。相手のガゴガゴがちょい厄介ですね。けど、相手がやっぱディガー飛ばした瞬間とかに、そのディガーを無視して、反撃を置くと、結構いい感じに、今行きましたね。ちょっとラバクロに先ほど負けちゃったんですけど。ラバクロはこのデッキはマジで勝てないですね。対空がマスケコウモリユキだもんね、結構高回転で回るものの無理ですね。どんだけ頑張っても多分100回やって1回勝てるぐらい、1回勝てるかなっていうぐらいのレベルですね。よろしく。で、このタルババの枠クエイクでもいいし、別にレベルなければ ISP でもいいんですけど、僕 ISP でもやってたんですけど、今このマジアッチャが増えてるんですよ、このマルチの上位帯で。なんかSK モルテンっていう、海外のプロ選手がインフェかな、うん、そのマジアッチャの、神技と呼ばれるね、工場バーバリアンだったりユーノだったり、そういうのが入ってるデッキでグロ1位取っちゃって、今それが流行ってますね。そのラム版だったり工場版だったり、端前から攻める系のデッキがマジアチャ入りのね、それが増えてるんで、マジアチャ対策にもなるんで、タルババでやってますね。これ今インフェも咲いてバルキリーも咲いてるから、この迫撃砲相手受けるの大変だと思うんですよね。ですよね。あ、これロケ防衛か。おしゃれな防衛しますね。キッズマスキーはちょっともったいなかったかな。でもカード回しなんでしゃあないかなと思います。で、バルキリーギャングインフェですね。バルキリーギャングインフェ。こう、次、タルとユキで、あ、相手なんでそんな笑ってんのかと思ったら、めっちゃ相性悪そうですね、相手。僕がタルユキの迫撃だから、相手はこれ、辛いっていう感情を表してる、ホレイですね。しかも、ロケだから、このマスケですらもきついっていう、それはもうちょっと申し訳ないですね。ちょっと処理して、このマスケはいいかな。どうせギャンクとかアイスピーか。で、これは内側ですね。最近このバレルを横にずらす人が多いんですけど、それはよく覚えておいた方がいいと思います。ですね、インフィは回ってない。はい。バレルをその横にずらしてくる人が多い理由なんですけど、わあ、めっちゃロケット打ってくる。横にずらすとタルババの範囲が狭くなったことによって1体残っちゃうんですよ、普通にど真ん中に転がしちゃうと。なんで横にしている人がすごい多いんですけど、そこを気をつけて相手のそれをしっかり見て横にっていうのかな、そうバレルを転がタルババを転がすのを気をつけた方がいいですね。プリンセス出す余裕ないでしょ。オッケー。いいよいいよ。迫撃入ってますね。攻め迫撃でもいいかな。攻めなくてももう勝てそうなんですけど、もし削れないっていう可能性がすごい高いですね、僕からしたら。なんで、削れないっていうのは嫌なんで、で、ここでこうすると、ホグ出すとロケットずっと撃たれるんで、一回ここで出さずに置きます。さあ、バレキリか。それはそれでいいですね。で、相手も。オッケー。いいですね。しっかりこのインフェ。こっちはダメージちょっと受けてもいいんで、しっかり攻めたいですね。ヤング、コスト的に。諦めたっすね。よし、これは、相性がめちゃくちゃいいですね。なんで、ゴリゴリ攻めてあげると、って感じですね。というわけで、いい感じですね。次で76戻る感じです。僕ホグとかマジで使ったことなかったですけど、皆さんも
結構なんかこのデッキしか使ったことないとかあると思うんですけど、僕もだってあのトロ3000とか4000の時ずっとあの、なんだったかな、ジャイスパバレル、とかジャイスパアイスイズバレルとか使ってましたからね。あのウルトラがない時代にほぼないプリンセスとアイスウィズとかがなかったんで、それで僕一番はじあリガーあったかな、俺の時には初めて手に入ったのがアイスウィズで、アイスウィズ大好きで、もうラバにもジャイにも何にでもスパーキー入れてましたねっていうような時代があったんですけど、意外とあの自分が触れたことないデッキを触れてみると、あ、思ったより使えるっていうのが絶対あるんで、結構おすすめしますね。これベビドラケツから出したすぐなんでゴレが間に合わないですね。あ、これミスった。あ、これミスった。ミスってる。あ、マスケ！あー、マスケットが、俺のマスケット。これマジで今の、これなんか、バルキリー出そうとしたら、勝手にタラババが飛んできましたね、マジで。これは、トルネゴレっぽいっすよね、相手。これ早めにホグ飛ばしてあげて、ホグだけキング起動しようとすると、コウモリがね、ダメージ入るよっていうやつですね。なんでトルネで吸わせないっていうタイミングのですね。で、ゴレ展開されるかな？はい、されますね。今3アンド取られてる。ここしっかり守りたいですね。で、ダクネ型なんで多分ライトニングだと思うんですよ。ライドラとかが入ってる方もあるんですけど、最近入りのゴレ。多分このゴレはライトニングだと思いますね。ライトニングがちょっと辛い。気持ち飛来し、しないですね、これ。トルネ。ユニット2体出してたら、うふう全然違う、俺の言ってること。あ、でも、ファイボは美味しい。なぜなら、迫撃と、あれを両方、迫撃とマスケット両方にダメージ当てることができないから。そして、トルネードがない、この人は。気づいた。勝った。これは勝った。これは勝ちましたね。というわけで、まあ、シャシャリすぎない程度で攻めるんですけど、これやばいですね。勝ったとか言って、こんだけシャシャって攻めると、ちょっとやばいかもですね、マジで。まあでも、しっかり早めに溶かしてあげて、OKOKOK。まあ、ファイヤーボールだったんで、そこをうまく。やばい、俺のマスケがやばい。OKOKOK。やばい。待って、やばい。勝てるとか言うから負けそう。で、待て、落ち着け。で、ここは、ケツダクネから、絶対入ってきますね。一回落ち着いて、迫撃受けの、言うの。あ、これは、美味しい。これは、攻めたい。この間に攻めて、この攻めて、相手はこれを、対処、おーい、なぜ、これやばい。これちょっとやばいかも。今ザップ使った。このダクネがちょっと厄介ですね。やばい、走る。やばい。いて。まあ。ここは、しっかりこういうコウモリをビビドラの後ろにつけてあげるのは大事ですね。で、ランバー警戒。これ雪玉打っていいかも。まあ、ザップか。やばい。めっちゃ今アド取られてる。これゴレ来たら終わる、さすがに。さすがに無理だよね。さすがにね。よかった。はい。で、相手はやっぱ5だけなので、この辺突破がちょっと苦しそうっていうわけで、しっかりここ一回防衛しますね。あ、この言うの美味しい。この言うのは、バルキリーの範囲で勝手に解けるんで。よいしょ。しっかり迫撃で釣る。このタイミングぐらいに一回ホグ飛ばすと、なんか気持ちね、あの、ホグ使い感がすごいあるんですけど、オッケー、一発やば、今の一発は神。今のでホグ使いになれそう。さすがにシャシャリすぎか。やばい。え、でも相手これダクネのすぐゴレつけれたっけ。あー、やばいな。これちょっとやばいっすね。これ2周目回すけ欲しいかもっすね。まあ、迫撃砲とタルババの範囲で処理する。オッケー。やばい、コウモリが殴るとマスケッティが5でやられちゃうのが、この陸が早い。いや、待てよ、うまい。やばい。え、待て、やばい。危ねえ。いい。今、ザップも裂いてる。あ、ホグでよかったんや。
いや、まあいい。これでゴールは多分相手出せない。そしたら無理したダクネだと思いますね。オッケーオッケーオッケー。無理したダクネは、オッケーオッケー。いいいいいい、来た。だってもうこの辺、スケでこの辺になんか、どいて。U の端っこにやって、オッケー、迫撃当たり取って。相手これ5打つしかなくて、5打ったら打ったらコストない。オッケー、来た。よし、危ねえ、相手が取れなくて5でよかったっていうやつですね。多分なんですけど、途中僕が1800ぐらいまで削ってて、もう同サイドの相手はずっと展開してたんで、逆サイド攻めた方がもっと楽だったかもしれないですけど、ユータの相手のスペルがハイボザップだったっていうので、まあ同サイドでも全然守れましたね。はい、というわけで、まあ、今7621、いやー待って、結構いいっすわ。ワンツースリー順位で、まあね、ちょっとここからちょっと長くなっちゃうんでね、今日はこんな感じで終わろうかなと思いますが、まあ生マルチデッキの動画ね、どんどん上げていきたいなと思います。KK とかもね、7500くらいマルチジャイデッキ、枯渇デッキとかね、多分上げてたんで、結構ね、それいいなと思ったんで、僕もマルチ動画どんどん出そうかなと思います。はい、というわけで、まあ、今日はこんな感じで応援したいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。